北国新聞ニュースをお伝えします。新型コロナ対策に伴う時短営業などの協力金に必要な40億円を超える補正予算案を審議にかけるため、石川県は今日県議会の臨時会を今月25日に召集する方針を固めました。今回の補正は石川県が今月16日にまん延防止等重点措置の対象になり、飲食店に対する営業時間の短縮要請の期限が今月31日から来月13日に延長されたことに伴うものです。県議会の臨時会に提出される補正予算案は、来月1日から13日までの分の飲食店への協力金に加えて、重点措置の対象地域になった金沢市内の大規模集客施設に対する今月16日から来月13日までの分の協力金を支払うため、40億円を超える規模になります。予算の財源としては国の地方創生臨時交付金などが充てられます。臨時会の招集は去年4月以来で、県議会はあさって議会運営委員会を開きます。かなり大きな金額になりますね。そうですね、まあ、時短のお願いもですね、まあ、長期になりますと、まあ、協力金の拡充ということもまあ必要になってくると思いますね、はい。まあ、こうなるとその飲食店などのにこう関連するですね、まあ、タクシーですとか代行運転への、この何らかのこうバックアップも今後求められるかもしれませんですね。そうですね、外出できない中、こう飲み方のスタイルも変わってきているようですね、うん、ニュース解説です。コロナ禍で飲食店が酒類の提供を自粛する中、自宅で飲酒を楽しむ家飲みスタイルが浸透し、普段と違う飲み方を演出する関連グッズが人気を集めています。保冷機能の高いタンブラーやクリーミーな泡が作れるビールサーバーの需要が高いそうですが、野口さん、単調になりがちな自粛生活に刺激を与えるツールと言えそうですね。そうですね、まあ、金沢市ではこのまん延防止等を重点措置が適用されていて、まあ、終日酒類の提供を自粛していますし、はい、まあ、その他の地域でもこの午後8時までとなってますね。まあ、お酒の好きな方はですね、まあ、疲れを癒しにちょっと一杯というこの帰宅パターンが、まあ、こう真っすぐ家にこう直行するというふうに変わってしまったかもしれませんですね、私などもちょっと寂しいですけれども ね、まあ、とはいえいつもその缶ビールとおつまみを買って帰るのもちょっと物足りないという人のために、まあ、少し違った雰囲気を作るグッズが出ているということですね。どうしても飽きちゃいますからね、うん、どんなものが人気なんですか。まあ、あの県内の雑貨店ではですね、まあ、例えばその缶ビールの注ぎ口にまあ装着してこの超音波でですね、クリーミーな泡を作り出すワンタッチビールサーバーですとか、まあ、保冷機能の高いタンブラーの売り上げが、まあ、先月と比べて 2,3 割増しとなっているほか、おつまみに適したこの燻製メニューをですね、まあ、自宅で簡単に作れる調理器具も売れ筋ということですね。それ欲しいです、ね、またその生活雑貨を展開するお店では、まあ、食料品全体の売り上げが好調でですね、まあ、ナッツやおかき、全国各地の珍味などをですねラインナップに加えているということですね。そうですか、うん、来月20日は父の日ですし、まあ、暑くなると酒類の需要が高まりますから、ますます多彩なグッズが出回りそうです。そうですね、まあ、ビールの泡をこうきめ細かくする器具、あるいはそのビールの香りが楽しめるように設計されたタンブラーをはじめとしてですね、まあ、ハイボールやレモンサワー用に炭酸水をこの自宅で作れるというキットなども売れ始めているそうで、はい、まあ、これはお父さんもお喜びしそうですね、まあ、もちろんそのお酒自体もですね、例えば日本酒の場合家飲みのニーズが高まってきたということから、まあ、宴会用の大瓶ではなくて、はい、少しずつ味わうこの小瓶での販売にこの業界を挙げて力を入れているそうですね。ちょっとずついろんな銘柄飲みたいですよね。そうですね、うん、いいと思いますね。ただ今年に入って飲酒運転で摘発されるケースが増え、この家飲みも原因の一つと言われているのが気になりますね。そうなんですよね、
石川県警の取材によりますと、今月7月から3月の飲酒運転の摘発件数、前の年の同じ時期の2倍となる77件だと、この10年間で最多のペースで進んでいるそうですね。はい。外出自粛や時短営業で自宅で飲酒する人や、中心部を避けてこの郊外の店舗で食事をする人が増えたことが要因の一つと見られています。一人で飲むとですね、周りに止めてくれる人がいなくて、ちょっとした外出で飲酒運転に及ぶというケースがあるんじゃないかという分析もありますね。はい。家ではですね、ほどほどに飲んで、リラックスして休むということが、心と体に最適だということを心得たいですよね。そうですね。さて、コロナ禍のため引きこもりがちなお年寄りのため、金沢市内の公民館などが来月から自宅でできる体操への参加を呼びかけます。金沢市によりますと、ひょうたん地区では高齢者が人口の4割弱を占めています。地元のひょうたん町公民館は、お年寄りに向けに健康体操や折り紙、フラワーアレンジメントなどの地域サロンを開いてきました。しかし、新型コロナの感染拡大で一旦再開したサロンは今月から再び中止になりました。そこで、自宅でできる活動として2月に始めた脳トレクイズに続き、来月から簡単な体操への参加を呼びかけることにしました。この副樹体操は、自宅でも一人で簡単にできて、肩や膝、腰の痛みに効果があるとされています。ひょうたん町公民館と地区の社会福祉協議会は、体の動かし方を説明した冊子を高齢者の家に配り、参加者は体操した日をチェックしたシートを提出すると景品がもらえる仕組みにしました。ひょうたん地区社会福祉協議会会長の中崎達夫さんは、サロンが再開されるまでは自宅でできる体操と脳トレで健康を維持してほしいと話していました。金沢市が昨年度主催した金沢競馬は、無観客での開催にもかかわらず、売上額が前の年度に比べて 45% 余り増えました。昨年度、金沢競馬で行われた金沢市主催のレースの開催日数は、前の年度と同じ12日間でした。そのすべてのレースは新型コロナの影響で無観客で行われ、競馬場での売り上げはゼロでした。しかし、インターネットによる投票が伸びたため、昨年度の売上額は43億9509万円と、前の年度に比べ 45.9% 増え、ネット投票を含めた全体の売上額は8年連続で増加しました。また、収支決算では6077万円の利益が出る見込みで、市営金沢競馬は9年連続の黒字になります。今年度は6月から9月にかけて合わせて12日間開催され、来月15日の100万石賞など3つの重賞レースが予定されています。加賀市片山津温泉にある愛禅寺に、寺の名前の愛にちなんでハートの形をした山門が完成しました。真言宗の愛禅寺に完成した山門は、高さ4メートル、幅6メートルあり、形がハート型の猪目になっています。この寺では、名前に愛が含まれるため、これまでもハートの形をした絵馬を扱ってきました。山門のデザインは一般から募り、幸せへの門をテーマに、石川の伝統工芸、水引きやクローバーのデザインを散りばめた金沢市の探鉄作家渡辺薫さんの案を採用しました。また山門の横に立てられた看板は、山門の工事開始を伝えた北国新聞の記事をきっかけに、白山市の名木店が提供した木材を使いました。愛禅寺では7月25日に男信徒や寄進者を招いたくぐり染めを行い、温泉地の新たな名所として参拝者を呼び込みたい考えです。
愛禅寺の竹内秀岳住職は、さまざまな人との縁に恵まれて素晴らしい門ができた、多くの人が加賀温泉郷を訪れるきっかけになってほしいと期待を込めていました。県内で新型コロナの感染拡大が止まらない中、津幡町のすべての小中学校でこの夏、抗菌加工が校舎の大部分に施されることになりました。津幡町教育委員会は、感染のリスクを減らし、より安心して勉強できる場を整えるため、町内に11カ所ある小中学校すべてで、抗菌加工の対策を講じることにしました。作業は夏休み中、専門業者が行い、体育館などを除いた校舎内で、教室の机や椅子、床、廊下などにも光触媒の加工を施します。触媒を塗った場所に光が当たると、菌やウイルスを分解する作用があるということです。抗菌加工の事業費、およそ9200万円を含む津幡町の補正予算案が、あさって開かれる町議会に提出される予定です。抗菌加工が予定される津幡中学校では、登下校の時や昼食の前などに生徒に対して1日5回の手洗いを呼びかけています。小村貴則校長は、基本的な対策を徹底しているが不安は残る、抗菌加工によって子どもたちが少しでも安心して通える環境を整えたいと話していました。これは親御さんも安心できますね。そうですね、本当に学校でひとたび感染者が出ますとですね、はい、学習のこの停滞も招きますからね、抗菌対策もここまで、やると安心度が増すんじゃないかと思います、はい、学校と家庭はですね、子どもたちを通して密接につながっていますから、これを機にこの室内のこの消毒の徹底というのをですね、はい、各家庭にも広げていきたいですよね。そうですね、学力アップしますよ。そうですね、はい、さて、学力アップには新聞を読むこと、本を読むことなんて言われてますけれどもね、石川県は金沢大学工学部の跡地で建設中の新しい県立図書館の愛称を今月27日から募集します。新しい県立図書館は今年12月に本体工事を終える予定で、来年度の上半期に開館します。新図書館では自由に閲覧できる開花の図書が現在の図書館のおよそ3倍にあたる30万冊になります。また屋外には体験学習や交流活動が可能なゾーンが設けられます。石川県は今月27日から7月9日まで、はがきやメール、ファックスなどで愛称を募集し、誰でも応募できます。応募の中から選ばれた最優秀賞1作品と優秀賞2作品には図書カードが贈呈され、新しい図書館の愛称は最優秀賞の作品が採用される方向です。応募の問い合わせ先は県新図書館整備推進室です。金沢市役所の庁舎前広場に、休憩用に日よけのパラソルとベンチが2年ぶりに設置されました。金沢市は街中の休憩場所として3年前からパラソルとベンチを広場に設置していますが、去年は新型コロナの影響で一度も置かれませんでした。今年は大型連休の後、晴れた平日に限定して設置し、密集を避けるため分散して座るよう張り紙で呼びかけています。しかし県独自の緊急事態宣言が出されて、金沢21世紀美術館や兼六園など観光地が軒並み休業していることから、昼休み以外でベンチに座る人はあまりいないということです。金沢市総務課の担当者は、感染対策を意識して利用してほしいと話しています。梅雨が明けたらぜひ。そうですね北国新聞ニュースをお伝えしました。